筑紫国は中国史における随所や北史に和の地域にあったとして現れる国、または土地の名称。筑紫国に否定されている。筑紫国は随所、巻八十一列伝第四十六等位、国と、北史、巻九十四列伝第八十二に現れる。県随史が持参した国体史彦から隋の容体へ当てた国書に現れる。 肘所ところ天使の文章の直後に記述されている。随所明年上使い分林郎廃い清塩を国土、九だら公司地区、南もちら国、別島国経済大会中またあずま、市一四国またいたり、筑紫国また、あずまいたる新王国その人どうをなつも、ため一周岐阜の秋や、また平ュ予告、達夫海岸、実筑四国伊藤、海富要は、 国史明年城使い分林牢、廃生聖市山和国土、九太ら公司竹島南餅、丹田国ヘ島国経済大会中またあずま、市一四国またいたり、つくし国また、あずまいる新王国その人どうかなつも、ため、恵比寿杉ぎのわや、またヘジュヨ国、辰ツ海岸、実ツク四国伊藤、海富洋は、隋からの施設が経た航路が記述されている、 くだら竹島津島行きと経て、つくし国に到着したことになっている。そこから、伊藤は和国の領域だという。なお、随所に、廃清とあり、北市に、廃清々とあるのは、随所が引きしたのだという。通説では、上記中国史料の、その人、不能、キヤの部分を、新王国についての説明としているが、以下の説が存在する。ありがとうございます。